はようございます。眠い。現在5時半。ちょっとやばくない時間。お弁当作ります。今日はなんか小学校がね、3時間授業、給食なしで帰ってくるので、一緒に作っちゃおうかなと思って。かんちゃん起こさなきゃ。かんちゃん、朝でござるよ。他にもらった。ギリギリ。マジピが起きてきた。あ、もう起きる時間じゃん。カメラ回してる場合ではない。チャピオハヨ。よく寝れましたか？ピンくん、ピン、おはよう。ピンくん起きません。よっこらせー。どーん。ピン、おはよう。こちょこちょ攻撃。今日は銀がピザパン食べたいって言うからね、ピザパンしようとしたらチェピが家で。何を食べるんですか、あなたは。ゴロゴラ。ゴロゴラちゃん美味しいよね、これね。ドライフルーツ入ってんだよね。で、アチャピがこれ食べるとさ、ドライフルーツだけ先になくなっちゃってさ、ママはもうグラしかないんだよ、グラ。これね、丸ごと入ってんの、あの果物が。ほら、みかんとかさ、2粒も入ってる。ぶどうでしょ、パイナップル。もう本当にそのまま入ってる。桃、ぶどう。結構ね、たくさん入ってるんだよ。フルーツサラダ。めっちゃ美味しいよね、これ。うん。じゃあチャピはこの中に入ってる、これが大好きなんだよね。そう、大好き。これが、そのパイナップルがなくなったらその中から追加してる。ちょっとやめてくださる。ブルーベリー食べない。わがまま娘。なんかブルーベリーしょっぱいからやだ。酸っぱい、酸っぱい、酸っぱいからしょっぱくはない。はい、どうぞ。わがまま娘、ありがとう。今日はね、アチャピの楽しみな予定があるんだよね。今日はアチャピが楽しみなことは髪切りです。結構ね、ダンスで髪結んだりとか、アレンジ聞きやすいようにね、ママがちょっと切らないでって言って伸ばしてもらってたのね。本人は切りたかったみたいで。どのぐらい切ろっか。肩下、キノコがいいんじゃない。あー、でも長いのも可愛いんだけどな。
ぱね、踊ってみたとかするときにさ、いろんなアレンジできるのよ。できるけど、でもポニーテールだったら、うん、痛いの顔が自分の顔にバシバシくる。あと友達によく顔にも当たるし。そうそう、三つ編みとかしてるとさらに痛いよね。バシッ。めっちゃ美味しいよ、この耳。やだ、パンの耳嫌い。ママもね、パンの耳あんま好きじゃないんだけど、金の食パンのね、パンの耳めっちゃ美味しいから。ふわふわ、耳までふわふわ。うるさい、うるさい。耳硬いのしかないから。耳食ったっけ、耳。耳食ったっけ。いらん。食べろ。よっしゃー、行ってきます。またあと3時間後。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。3時間授業とかも行ったらすぐ帰ってくるんだ。ポンは行かんとかな、今日は。ポン休むの？おい、寝たふりすな。休むの？寝たふりしちょる。上の子はね、あれ今弁当に入れるおかずがないんだよな。チビたちのお弁当です。よいしょ。ネギ、いただきます。じゃん、セスキクリーナー。これお友達が教えてくれたんだけど、黒ずみ汚れにめっちゃ効くって言ってもらいました。ありがとう。襟の黒いのって何なの？男の子特有なのかな。女の子こんなんならないんだけど。角っことかさ、真っ黒なんだけど。これ泥だよね。薄くなってるかも。ちょっと銀のは黒ずみがついちゃって時間経ってるんだけど、これすぐやればなんか取れそう。なんかだいぶ薄くなってる。すごい。服がクローゼットに入ってたの。でもね、買った覚えがなくて、なんだこれと思って着てみたらなんか可愛かったから今日これ着ていきます。フリフリだけど、まあ黒だからいいかな。おばちゃんでも。いただきます。チョピと銀が帰ってきました。今お友達を迎えに行ってます。梅いかんかとネギ鍋。僕もちょっと後でうどん食べよう。うどんじゃない、これお鍋で。うどん食べたいわ。野菜しか入ってない。うどんもでしょ。うどん入ってないって。入ってるじゃん。うどんない。うどんが良かった。うん、リンク行ってくるね。行ってらっしゃい。バイバイ。友達が一緒に行く。草です。はい。ここにあの、ね、豚のイラストが入るけど。なんでかわいそう。豚かわいそう。なんか自分のカッてなった時気持ち。
いい感じですよ。チビチビマルコ。チビマルコ。なんか食べる？スリーコインズ行って帰ってきましたが、アチャピはお友達のうちにそのまま遊びに行きました。これね、腹巻きなんだけど、最近うちフラフープを買いまして、もうお腹にゴリ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 当たってさ、めちゃめちゃ痛かったの。見てて、フラフープやるから。お、すごいでしょ。なんか違うくない、使い方。タオルをね、お腹に巻いてみたりとかいろいろやったんだけど、それでも痛くて、なんかないかなと思ってたら、これいいの見つけた。これ巻いてフラフープすると痛くないんではないかと。銀くんのマスク、銀はね、マスクを食べちゃうんですよ。もぐ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 でね、布もね、なんかもう破けたりとかしてもぐもぐ食べるから。300円で柄付きブルドーザーと汽車と、あ、すごい、なんかさ、紐のとこまで色付き、かわいい。スカートハンガーとか、アチャピがレジのお会計直前に入れてきた丸ボールとか、菜箸、あとは文具屋さんでなんかいろいろ買ったけど、ハサミとかノリとか、あ、銀消しゴム買ってきたよ。君のいつもなくす消しゴム。ちょっとほら、動画用に工作とかするんだけど、カッティングシートがちっちゃくて困ってたの。そしたらなんか広がるやつ見つけた。ピンクしかなかったんだけどさ。ほう、ほら、いいの見つけた。今日の晩ご飯はカレーの素があったんだけど、これシチューにしようかな。髪型は気に入りましたか？ちょっと短い。ちょっと短い、うん、え、思ってたより短くなった。え、でも可愛いよ。今からアクセサリーを紹介いたします。あれ、可愛くない？25歳になってるの。これはガールズ用です。うん、見て、イエーイ、可愛い。友達とお揃いのね。もう一個選んでたんだけど、あの、なんかね、冬と言ったらこっちみたいな感じだよねってなって、こっちにしました。ほら見て、結構目立つ白いやつ。あ、かわいい。ブレスでもいいし、ゴムでもいい、うん、これなんかガールズの時に使えそうなんだよね、うん、合計4つあります。結んだらね、あんまり変わんないんだけどね。結ぶときもめっちゃ楽なんですけど、こうくくるのがない。後ろ見て。あー、短いね。ポニーテールできるかな。一応ギリギリポニーテールできる長さでって言って切ってもらったから、できるはず。可愛いと思いますよ。いっちゃいいじゃん。ママ、今日は絶対モフモフの布団出すんでしょ。布団、モフモフの布団。あ、忘れてた、出す。うん、めんどくさい、もう布団出すの。今日までちょっと夏布団で行こう。やだ、もう明日絶対やるって決めてんじゃん。めんどくさい。1時間ぐらいゲームの、ライブをしましょう。いつもはキネネがするんだけどね、今日はキネネがなんか喉の調子悪いみたいなんで、今日はアチャピが代わって。今2時間配信して宿題の続きをしてます。頑張り。でもこれ2年に習ったやつだよ、グラフト表。かんちゃん、アチャピ髪切ったの気づいた。見てないもんだって、まだ。え、見て、ほら、あそこ、ほら、あそこ。あー、短くなったね。
髪切った切った何それ、編集で自分が気づいたように仕向けようとしたら今やばいよなんか妹の変化に気づいてあげる優しいお姉ちゃんのふりしたろ今今年度より短くなっちゃったね。うん、かん、こんな短くね。ね、意外と伸びたよ。伸びたね、伸ばしっぱなし一回ちょっと揃えた方がいいかもね、かんちゃんも。やばいよ、すいてずっと切ってないもんね。今日も羽毛布団は出しませんでした。一個だけ出して疲れたのでやめました。おやすみなさーい。